はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ワールです。ポポロクロイスです。よろしくお願いします。これが多分6月以降に、動画として出ていると思うので、どういう形式になっているかちょっとよくわかんないですけど、いろいろね、ちょっと探り探りしながらやっていければなと思います。ということで、30分くらいを目安に今回はやってみようかなと思います。目論見としては40分くらいの動画を作ろうかなと思うんですけど、まあいろいろね、こうお互い試行錯誤泥仕合しながらうまいことちょっと作っていければなと思うんですけれども、まあここでね戦闘なんでいきなり時間食っちゃうと思うんだよな。またお会いしましたね。私カルラでございます。すいません、前回ね名前全然覚えてなくて、お力調べさせていただきます。スカウターとかさ用意してもらってもいいですかね。本当に永遠に開かないと。はい、それでは参ります。ということでこちらもね参らさせていただきます。戦闘前に、あそうだ、装備をねまたガチガチに物理系で固めておりますが、それでも早い一撃ダメかもしんないですね。これどうしようかな。まずは命の雫、命の雫ミストスクリーン。ちなみにこの、なんつって、必殺技を回避する術。半減する、お守りは、白騎士に渡しています。まあ、白騎士に殴られてもらって、どれくらいね、その剣の前が、ガードの役割を果たすか、まあ、防御はやめてもらっていいですかね。ね、それくらい一応見たいですね。で、例えば、半減。半減してもピエトロ君だったらさ、全然半減してないんですけど、これじゃあ、なんか意味ないのかな。あんまりね、物理防御力の高さがね、高くないんですよ。あのお守り天使のやつ。なので、ちょっと、どうすっかな、これ。何にも、アイデアがね、なんかね、普通に、あれだな、レベル低いだけで、勝てない気がする。なんかいろいろね、自分で考えて、こうして、ああして、みたいなことはね、一応考えている。防御のおかげか。なんか、とりあえずね、ミストスクリーンで、ね、これはやらないと多分危ないよね。で、とにかく防御。意外と剣の舞。まあ気分なのかもしれないですけどね、剣の舞。防御してながらか。防御でなんとかなるんだったら、まあまだまだいいか。ヒルオッタ。どうしよっかな。なんかね、ヒールウォーターする意味ないんですよね。殴られると即死なんで。だったら、神々にもヒートブレイズ。HP がね、1あればいい感じですよね。逆に言えば。でもヒールレインはかけとくね。白騎士と神々のために。で、じゃあ実際に、どうするかって話なんだけど、このゲームに、そのヘイト、例えば殴ったやつにターゲットが向くとかっていうものがあるのだとすれば、例えば、まず、いや、一回ジャンプ切り。ジャンプ切りして、どうしようかな。この子もなぁ、やることないんだよな、そうすると。キュアウォーター。魔法のハンカチとかね、いつかちょっと使いたいんだけど、この辺置いとこうか。もし止められるんだったら止めた方がいいよね。今ちゃんと数字見なかったけど、設置系じゃないのかな。
その落とし穴的な感じで使えばいいって前ね、サボが言ってたんで、そういう感じでやらないとダメかもしんない。そしたら、命、ちょっと待てよ。ミストスクリーン打ってっからな。ウィンドブレイズ。意味あるかわかんないけど、ヒートブレイズ&ウィンドブレイズで、さらに硬くなるのかを知りたい。硬くなっててほしいですね。ほら。で、白騎士はここで、ソードフレーム。で、ステータスが下がるのがおそらく一旦だけっぽいんで、だったらその時に気合試します。気合試して、で、そのステータスダウンをの時間を稼ぐ。ピエトロ君は逃げ回って、ヒールウォーターをかけておく。ヒールウォーターどれくらい回復するんだっけ ?150 くらい回復すれば。あ、めちゃくちゃ回復するんじゃん。だったら、もうどんどん、よし、殴っていこうぜ。で、ダウンしてるので、気合溜め、一応この辺置いとくか。近場のやつを優先的にとか可能性あるかもしれないんで。気合溜め、ああパワーダメか。パワーダメした後の攻撃はちょっと恐ろしい可能性あるんで、どうしようかな。ピエトロ君はもうね、生きるね止まってるんで、お祈りセイントワーク、もっと麻痺になったら本当ラッキーくらいの気持ちでならないかな。あ、で、ダウンがまだやってますね。ということは、挑発だよ。挑発。で、こっち来れば儲けもんだし、ナルシアにはミストスクリーンがかかってるので絶対来ないはず。なんだったらガミガミがここで突っ込んでいく。あ、まだ気合いため。なかなか。攻撃魔法を無効にするだからな。無力化。次の魔法動けない。特にやることがない。ミストスクリーンはあくまで自分だもんね。ウィンドスピードウィンドじゃなくて、ウィンドブレイズを白騎士に。で、ピエトロ君は、そしたらお祈りセントワークで。麻痺になる確率が 0% だったらダメですけど、 1% でもあるんだったら全然愛ですよね。で、まだダウンしている。ダウンしているんだったらどうしよっかな。もう一回挑発かけとくか。で、神は、どうしよっかな。離れて、ほう。ああ、なるほど。ヒールウォーター。神々にね、ヘイトが向いているんだったら、それはそれで、一向に構わん。で、パワーマックス。おらー、よし。で、ナルシアは危ないんで、こっち下がっといて、で、スピードウィンド。で、ガミガミは回転切りされると困るんで、一回離れてミサイル。ガミガミミサイル。ピエトロ君はここでセイントワークでいいかな。適当に風の刃とか打ってもいいんだけど、まあ、もしかしたら効くかもしれないから打ってみよっか。ただ最後に攻撃したやつに攻撃がいくとかだと怖いんで、ヒールレインもう打つ必要ないんだよな。何もねえな。敵の攻撃魔法を自分にしか無効化できないと怖いよね。何にもないな。防御しとくか。
剣の舞。よし。で、こうなると、怖いな。300くらってんもんな。ステータスダウンしてないのに剣の、あ、じゃないや。こいつの、あれか、ガッツが高いから、思いっきり食らってんだよね。で、ガミガミは一回離れて、ミサイル。ガミガミミサイル！きちんと距離取って、突進攻撃をしたいのですが、とりあえずヒールウォーター。ヒールウォーター！突進攻撃をするんだったら、ちゃんと直線上にいないといけないんだよね。もうさらに回復。最初の攻撃、まあ、この辺の攻撃をなんとかしのげば、ガミガミミサイル、しのげばね、なんとかなると思うんで。そしたらどうしよっかな。次誰？ピエトロ君の番だったらヒールウォーター打つけど。よしよしよし、ナルシアか。ナルシアならいいや。ヒールレイン打とっか。ヒールレイン、地味にね、ピエトロ君も回復していくっていう戦法で、ここでね、怖いね。俺がね、攻撃すると怒られる気がするんだよね。ヒールウォーター打っとこっか。あー、まあよく分からんけど、まあこっち来ちゃったんで、こうしてあげよう。で、白騎士どうしよっかな。突っ込むと危ないんで、ここからジャンプ切りしとこうか。ジャンプ切り、あんまり効かないな。まあ効かないけど、効かないのはしょうがない。もしかしてさ、これステータス下がったら下がりっぱなしなのかな。もう一回フレーズ系かけてあげないといけない可能性もあるか。ちょっとそれも試しにやっておこう。ヒールウォーター、ヒールウォーター。なぜかガミガミと白騎士にしか来ないようになってるのは、なんでかよくわかんない気分的なものなのか、やっぱ近いやつに攻撃をしている可能性もあるかな。ガミガミミサイル。で、白騎士が攻撃しようか。はあ。剣の舞からのヒールウォーター。で、ナルシアも離れて、でもなんか前回そんな関係なかった気がするけどね。ヒールレイン。で、ヒールレイン。で、ガミガミが回復するから、あ、白騎士が来ちゃった。白騎士来ちゃったら、ここで、ソードフレーム。近場でソードフレームとか。ここでソードフレーム。ソードフレイン。そんな強くないかな。ジャンプ切りとかの方がいいかな。で、ミサイルをやっぱり近場で撃つ。ほい。ガミガミミサイル。正面切ってくるのかはちょっと分かんないけど、ナルシアをどうにかなんかうまいこと壁に使ってで見たいとも思うんだけど、まあそうそううまくいかないだろうから、一回防御しようか。ピエトロくんになんかね、攻撃が来そうで怖いんだよな。やることないか今。防御しよう。あ、ガッツダメか。相手のガッツがね、常に見えないんで、いやです。じゃあ殴る。気合いため。気合いため。
なるべくだったら殴られたくないんだよね、こっちも。で、一応ヒートブレイズをかけておく。MP がちょっと怪しくなってきたね、そろそろ、ピエトロ君の。ナルシアは、でもナルシアが攻撃したとしても、こっち飛んでこないからね、多分。35でもね、ないよりマシだよね。で、ステータスダウンが回復したんで、おらガードはきついんじゃ。神々ミサイル大丈夫、行こう行こう。前回よりは相当動けてる。やっぱ2回目以降慈悲があんのかな。でもガミガミ魔王は慈悲なかったからね。ガミガミ魔王戦の時はね、ガミガミミサイル、容赦のないミサイルがね、我々を襲っていたんで、そんなにね、信用はしない方がいいかな。ちょ、ウィンドシュートも打っとこう。剣の舞、よし。で、殴る。白騎士は、どうしよっかな。白騎士はここからだったら、ジャンプ切りにしよっか。ジャンプ切り。なんかこれやってる感じだと、やっぱ近い敵、あ、近い対象に向かってやってんのかな。その確率は高そうだよね。100% じゃなくても。うん、そんな感じするね。だから、少しずつでもこうやって、寄せて寄せてだよね。神々ミサイル。うん。で、これ、この位置的にどこが一番遠いんだ。ここいた方がいいか。剣の舞を打ってくる可能性もあるもんね。ヒールウォーターが300ぐらい回復するんだよね今。あ、275。あー、やっぱなんかすんのあんだろうな。やっぱりちょっとね、近かったもんね。ウィンドシュート。そしたら白騎士らが全力でここで突っ込んでいくと、ピエトロ君はもうここ防御、ナルシアは一回引いて、で、やっぱウィンドシュートを叩き込んでおくと。ウィンドシュート。5でも10でもダメージはダメージですからね。この辺でミサイル。神々ミサイル。で、白騎士はもう一回突っ込んでいこうか。ガードはしょうがない。で、次、誰だ？ヒルウォーターもそろそろ厳しいかな。風の刃ぐらいにしとこうか。風の刃！ガッツ上がってるんで、それなりにダメージ入るよね。よし。で、ヒールレインだよ。150ぐらいいけば、うん、いける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 。あ、ガッツため、ガッツため怖いっすね。挑発。挑発。なるべく白騎士に神々ミサイル攻撃が行くように、強い攻撃がね来るようにしたい。HP 的にちょっと怖いんで、もう一回ヒールレインといっとこうか。ヒールレイン。ガミガミさんが304だとちょっと怖い。350欲しいよね。風の刃。次がカルラさん。あ、259。OK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 。そしたら、距離的にはね、ここでいいや。ここでね、ソードフレーム打っちゃう。ソードフレーム打つ必要もないけどね、ここで打つんだったら。ジャンプ切り。いや、ソードフレームだね。ソードフレイン。ソードフレームはある程度固定っぽい気
気がするんでね。ガミガミミサイル。でこの距離だとまだピエトロ君が襲われる可能性があるんで、ナルシアがこっちに移動してウィンドシュート、ウィンドシュート、ぐる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 ちょっと回っていこう。でピエトロ君がこっち行く。でヒールウォーターを、はい、ヒールウォーター、よいしょー、すごいすごいダメージ、すごいダメージだけどこれで良い。でガミガミが とりあえず突っ込んでいく。でヒールウォーターをかけていく。で、ナルシアはウィンドシュート。ウィンドシュート。よしよしよし、悪くない悪くない。で、あ、ステータス回復してるのだったら、もうここでジャンプ切りを打ってくれ。ジャンプ切り。よしよしよし、ガミガミね、ちょっと選択を誤った気がするけど。防御でピエトロくんがヒールウォーター打とうか。ヒールウォーターあと何回打てる ?5 だから、あと9回、あパワーダメ、よしよしよし、悪くない悪くない。したらウィンドシュート、ウィンドシュート、うん、そしたら気合いため、あ近く行こうか、君の近くで気合いため、気合いため。でガミガミはこの辺で防御で、ピエトロ君はここでいいでしょ、ここで風の刃、風の刃。ナルシアはまあまあこの辺でウィンドシュート、よしよし、見えてる見えてる見えてる、なんとなくだけど動きとしてはこんな感じでいいよね。殴るで一歩下がるとしてもこっちだね、ピエトロ君からは離れる。ガミガミミサイル。でミサイルを、よし OK で風の刃。風の刃。いや完全に今これハマってるぜ多分。ただこんだけ時間がかかるということはあんまりこう強くないというか適正のレベルではなさそうな。やったぜ。気はするけどね。レベルアップ32。ナルシアが30、この葉、この葉嵐、シロキシが31、ガミガミも31。あ、鳥、見事ですね。永遠の番人としてあなたたちの力を認めることにしましょう。ありがとうございます。23分も戦ったよ。なんとそなたが番人でござったか。さあついてきて。とりあえずこんだけやってもさ3000しかくれないのか、えげつないですね。3万円くらいくれても全然いい敵だったと思う。この葉嵐は何ですかね、即死かな。おお、そこから降りていくのか。あなたたちには資格があります。恐れず扉を開くことです。え？闇の世界への扉はこの向こうです。とその前に傷を治してあげましょうか。お願いします。
それから記録はどう？ありがとうございます。それもお願いします。時間がかなりいいとこなので、今回は25分、戦闘だけになっちゃったけどね。で、次回をちょっと40分くらいの動画にしてみようかなと思います。広告が2度も3度も入らないといいんだけどな。怖いな。